ゆうじ君いらっしゃい。社長の村上がお待ちかねです。あ、もちろん私も会いたかったわ。愛の印に今日は特別にハグハグしてあげちゃいます。ハグ。これが最後の警告です。君たちは今非常に危うい立場にいる。分かっていますか？人間からもオルヘノクからも敵視されている今の立場。俺たちは戦いを望んでいるわけではありません。人間とオルヘノクの共存を望んでいるんです。無理ですね。人間は我々オルフェノクを恐れている。それに我々には愛がありますから。愛？何言ってんだもん。我々は人間を襲うことで彼らをオルフェノクにすることができる。人を襲うことは愛ゆえの行為なのです。ふざけんな。ほとんどの人間は死んじまうじゃねえか。仕方ありませんね。オルフェノクになれない人間など死んだ方がいい。何です、君たちは。社長、彼らを説得しても無駄なことです。彼らの処分は私たちにお任せください。おい、こら、約束が違うじゃねえか。俺らには何の危害も加えねえって言ったろうが。黙れ。お前たちのせいで多くの仲間たちがやられたんだ。待ちなさい。約束は守ります。レオ、帝王のベルトの噂は真実です。その力の一端をお見せしましょう。スタンディバイ。変身コンプリート。